いやいや見事なまでに蜘蛛の巣まみれになりましたけど、カメラにはね映らないと思いますけど、あちこちに蜘蛛の巣が糸引いてますからね。いやいやいや大丈夫です、私が開拓しておきましたからね。これでいつ来ても大丈夫ですよ。よいしょ、ね、よいしょ。もう先歩こうか。一応こっちからも行けんことないみたいやで。いやーすごいところ行きますよね、我ながら。まあまあ順調にスーッと越えてますけど、よいしょ。この先でちょっと大きい道に出れるみたいですよ。あら、七色の虹。七色の橋。ちょっと、これもありますし。こういった、昔ながらのところはいろんな、ここだからあちこちに立ってますよね。ちょっと手を合わせておきましょう。もはや何の心か何も分かりませんけど、なんか書いてある特に何も書いてないもんね。よっしゃ、大体川の縁にありますね。川の縁にありますから、多分あれですよね、地震のあの土地のね、こういった川の氾濫とかをね、あのお守りしてくれる、お堂なんじゃないかなと、勝手な推測をしてですね、それほど、ね、そういった業界詳しくもないのにね、適当に言ってますからね。あ、そう、こんなね、適当な人がね、適当にニュースをね、切るね、新しい生放送番組がね、今度ね、始まりましたんでね、多分これが放映されてる頃に第1回はもう放送されてるはずなんで、はい。ニュース多分というね、7時頃からね、お届けできればそれっぽくできたんですけどね、残念ながらちょっと7時だとね、私が、よう家に帰れないんで、仕事の都合でね、ほら、こういったところもね、ちゃんとほら、忍者ですよ。ね、見下げてみると、マンホールって結構出ますからね、これはいいがっぽい感じになってますよね。あと、マンホールってそんなにバカバカ買い替えるものじゃないんで、見てるとすっごい古い、市町村の、昔のその市町村合併の前、平成の合併のもう一つ前ぐらいのやつとか残ってたりしますからね。なんか、東京とかでも探せば、東京市になってるやつとかあるらしいですよ。で、こっからどう行ったらいいんや。ずっとまっすぐ、まっすぐ行っていい感じなんだ。はいはいはい。で、突き当たったところをまた降りてったら、そのまんま、というか、登っても面白そうですね。登ったら登ったで、でも、大回りになるか。関西本線が見えるわけじゃないですからね。はん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 。そうですね。順当に、まっすぐ行って、また旧大和街道の方に当たるように歩いていくといい感じみたいですからね。ではこの辺りもだいぶまだ上野市の頃のあれ名残がだいぶ残ってますもんね。よいしょ。まあ言ったら中心の駅の名前がいまだに上野市駅ですからね。よいしょ。まあ、のぞかない山あいですよね。でも山あいはね、湿度はね、そこまで高くならないからね、いいですよね。なんか、
結構立派な建物がある。何これ、最寄りの避難所になってるけど、何これ、一時立ち寄り場ってなってますけど、何の施設なのかわからんな。すごい顔がだから立派。これまだまっすぐでいいんかな。それにしても伊賀市ってこんなポストが多いのね。何なんでしょうね。何号でしたっけこれ。上の郵便局ってなってるか。あ、でもね、道間違えてるかな。今お菓子出てきたらあかんような踏切があったんですよね。あれ？そんなとこかな。いや、おかしいな。おかしいな。なんで踏切があっちになるんだ。え、おかしいぞ。しかし、今ね、私ね、関西線がここ走ってたら、関西線のこっち側歩いてるはずなのに、こっち側に踏切があったんですよね。え？あれ？なんか、ど派手に道間違えてるかな、これ。この辺りの電柱とかもすごいな。そっから引っ張って木で据え付けてあるもんだ。こんな低いところに、おかしい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 、なんであんなところに踏切あるんや。いや、おかしいよぞ。今そこに踏切があるんだよな。なんでこんなところに踏切あるんだ。私は踏切の向こう側を歩いてるはずなんだぞ、地図を見たら。まあまあ、でも線路沿い歩いてますから、そんな外れとるってことはないはずなんですけど、あれ、どこ歩いてるのかが分からなくなったぞ。でもあれ25号線だよな。あれ25号線だから、このままずっと歩いてきゃいいはずやけど、心配や。おかしいおかしいおかしい。なんで。さあ、真新しい踏切が見えてきましたけど、いや、おかしいな、おかしいな。これで、お、何の音？何の音か分かりませんけど、あ、なんかやってるわ。で、これで紙記録踏切、紙記録踏切っていうところらしいですけど、おかしいおかしいおかしい、そんなはずはない。なるほどなるほどなるほど。なるほどなるほど。完全に道間違えてますね。どこで
で何を間違えたのか分かりませんけど、なんかこんなところいますね。何これ、え、どここれ、なんで次から、え、どういうこと、後でちょっと追跡機能を確認してどういうルートだったのか確認しますけど、なんかとりあえずド派手に外れてますね。どっかで、ま、曲がるの間違えて、うん、完全に間違えちゃってるみたいですね。とりあえずこれまっすぐ出て25号に出て、25号でもないのかこれ、どっち行きゃいいんだこれ、渡るでしょ、渡るでしょ、おかしいおかしいおかしい、列車が来る感じのあれですもんねこれ、うん、うん、これ戻った方がいいの、いやそんなことないよな、うん、あれとりあえずこっち、電車が来るぞ、向こうからってことは、カモから、次からカモの方に行く電車ですよね。へえ。こんなところ、こんなところの踏切というところなんでしょう、ね、お、こんなところで、これが鴨行きだったらこっちで間違いないんだぞ。亀山行きってなったから大騒ぎですよ。なんで亀山行き？はあ、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 さては私、さっきのところからずーっと逆走しとったな。ああ、ほやで、こっち向いて歩かないといけないんだ。そういうことね。はあ、はあ、はあ、これでこれをこっちに歩いていくと、おお、これこれ相当逆走しましたね私。うわ、え、これで